フライデーさん誰もがずっこける情報ソースで決定的証拠を主張する暴挙に出てしまう。週刊新潮と変わらんな。ちゃんとして伊藤を招集する気がないサッカー業界。その裏には新たな動きがあったようで、実は3月になって女性側から大阪府警に決定的とも思われる証拠が提出されたらしく、警察も高い関心を寄せているそうです。そんな状況がサッカー業界やスポンサーサイドの耳に入ってきているそうで、伊藤の復帰には NG を出しているとか。捜査段階ですので何とも言えませんが、6月に行われるミャンマー戦の招集も厳しいでしょうね。そのソースは全国支持者。おいふざけてんのか。